2番の佐藤悠基、伊藤との連携動いていって神奈川勢進出。残り2周回で前を抑えました6番伊藤翼、2番佐藤悠基、神奈川勢3番手から5番の岡田亮太がバックストレッチ踏み上げて先頭に変わります。5番岡田亮太、1番近藤元司、7番金子修一郎、抑え入れ替わり立ち替わり中段が並んで4番の酒井、内は6番伊藤翼、4番手取り合っています。5番岡田亮太、これはマイペース濃厚、岡田亮太、近藤元司、金子修一郎、3人最強ライン最終ホームでスパート開始。5番岡田亮太、4番手もつれましたが4番酒井宏明勝ち取って、3番は田中陽介九州勢、4、5番手立て直しています。6番の伊藤翼は苦しい展開、6番手に置かれました。バックストレッチペースをぐいぐい上げていく5番の岡田亮太、岡田亮太1番近藤元司、そして7番金子修一郎、最強ライン3人最終2センター縦1列です。5番の岡田亮太、後ろ1番の近藤元司絶好となって、7番金子修一郎も追い込んできたが前は入れ替わった、1番の近藤元司、近藤元司、金子修一郎並んでゴールイン。